皆さんこんにちは、個別指導塾警察塾長の小林です。笹川です。はい、今日のテーマなんですけれども、47都道府県の国立大学を一挙紹介ということで、かなりねデータが膨大になるんですけれども、やってみたいと思います。まあ今からね、受験の方もいらっしゃると思いますし、高1高2生、なんなら中学生でこれから志望校を固めたいって方もいると思うので、まずはね各大学の、難易度であったりとか特徴をですねざっとね見てみるための動画になっております。でちょっと一点だけ注意なのが、一部国立大学にも単科大学がありますね。なのでそういう単科大学はちょっと比較が難しいので覗いております。申し訳ありません。例えば一橋とか東高とか、外大とかその辺が入ってないという形になります。では早速地域ごとに見ていきましょう。北海道東北エリアからいきましょうか。まず北海道東北エリアからですね、以下の7大学を紹介していきます。こちらですね、北大と東北大が有名だと思うんですけども、他の大学もですね、それぞれ看板学部が違うというか、名門の学部が結構いろいろありまして、個性豊かな大学が通っているかなというふうに思います。はい、例えば山形大ですと工学部の有機 EL はすごい有名ですし、福島大もですね伝統がありまして経済系が有名っていうのがありますね。では実際難易度はどうなのかといいますと、こんな感じになっております。はい、ちょっと下から上まで全部出しているので、これだけだと分かりづらいかもしれないんですけども、ただ一つ言えるのは北大と東北大が頭一つ抜けてるっていう感じですよね。まあ9点ですからね。はい、でこの2つだと若干東北大の方が上なのかなというふうに思います。北大と東北大について比較するとですね、北大は文系だと数学と社会どっちか二次試験で選べますし、理系学部だと明らかにワンランク東北大の方が偏差値高いので、そういう意味でも東北大の方が若干難しいのかなというふうに思います。はい、でそれに続くのがですね、岩手とか山形とかその辺ですかね。正直そんな大きな差はないんですけども、ただ共通テストボーダーを見ていく感じ、若干岩手大が 60% 以上の学科が多かったということで、ちょっと難しいのかなというふうに思います。あとは山形大も、東北大を目指していたけどちょっと足りずに、山形大に行くっていうそういう受験生が多いイメージがあるので、ちょっと難しいのかなというふうに思います。で秋田大学に関しては、スターズという、比較的入りやすい国立大学の大学に属しているということもあって、ちょっと難易度的には落ちるのかなっていう印象です。ということでですね、難易度を総まとめすると、こんな感じになるかなというふうに思います。でこのレベル帯の大学だと特に文系だと一科目のみのことが多いんですよね。なるほど。はい、例えば山形大の、人文社会科学部人間文化学科は現代文のみで受けられますし、福島大の経済系の学部についても、英語か小論文でいいんですよね。で弘前大は英国の2科目ですけども、やっぱりちょっと2次の科目の負担が、他の大学と比べると小さいのかなというふうには思います。はい、では次に関東の大学を見てみましょう。はい、関東の大学からはですねこちらを紹介していきます。はい、茨城県からは茨城大学と筑波大学2つ紹介しているんですけども、やっぱりこの中で有名なのは、東大とあとは筑波横国千葉ですよね。はい、ただ他の大学も結構いろんな学部が揃っていまして、例えば埼玉大学は教員になりたい人にはすごいおすすめですし、で特に面白いなと思うのが群馬大学と宇都宮大学ですね。この関係性がすごい面白くて、共同教育学部っていう学部があるんですけども、この群馬大学と宇都宮大学で連携をしていまして、相手大学で2割以上授業を履修できるっていう制度があるみたいですね。はい、これ結構魅力的だなというふうに思います。なるほどね。はい、では実際に難易度はどうなのかと言いますと、共通テストボーダーと偏差値については、こんな感じになっておりますと。はい、1位は言わずもがな東大ですよね。でその次に来るのが、筑波横国千葉なんですけども、これについては、過去の動画でも話した通り、相性次第で変わってきますね。ただ若干偏差値的には筑波が難しいのかなというふうに思います。ただやっぱり筑波とか横国は文系学部を中心に、二次試験の科目数が千葉大より少ないっていうのがありますし、あとは共通テストの社会科目の選択肢が多いっていうこともあって、人によっては千葉大が一番難しく感じる人もいると思います。で一応補足すると、この間に一橋とか東工大とか、東京外大が来るかなって思います。あとは筑波横国千葉と同じラインにお茶と水、で、ちょい下に電通大とか学芸大とか都立大が来るかなというふうに思いますね。はい、そうですね、結構関東圏は実は言うと単科大が充実していて、その本当はねそこも、以前動画で紹介したんであえて端折ってますけども、ここも見逃さずにね受験考えていただきたいなというふうに思いますね。特に電通大なんてねかなりこういい大学だし就職も強いのでね。はい、で茨城群馬宇都宮がちょっと難易度的には落ちるといった感じで、この3つだとそんなに難易度的には変わらないかなというふうに思います。はい、偏差値的には文系が50程度で、理系が45から 47.5 のところが多かったですね。ただ結構ねマス層の方がこの辺狙いたい、あと最大とか
かね、あの埼玉大学のことですね、この辺のことを狙いたいのかなというふうに思います。はい、では次に中部に参りましょう。はい、中部地方の大学は、こんな感じになっておりますと、はい、まあ、名古屋大学とか金沢大学が有名だと思うんですけども、うん、まあ、他の大学も結構個性豊かな学部が揃っています。まあね、多分名古屋が一番有名でしょう、うん、あなたが金沢出身だから金沢大なんじゃないですか。はい、ちょっと金沢で平気してるかもしれない。ちょっと平気してるんじゃないですか、はい、全国的に言ったらとにかくドーンって名古屋大だと思いますよ。はい、まあ、ただ信州大学も、まあ、国内で唯一の繊維学部ありますし、まあ、ね、まあ、山梨大学もワインの研究ができるっていうので有名ですね。うん、確かに山梨とかね、信州は医学部もあるって、まあ、金沢とか名古屋もありますけど、うん、医学部があるんでそっちの受験生の方にも知名度ありますよね。はい、では実際難易度はどうなのかと言いますと、こんな感じになっておりますと、うん、まあ、1位は名古屋大で、これは間違いないですよね。あ、そうですね。はい、で2位も金沢大学かなというふうに思います。まあ、別に自分の大学だからひいきしてるってわけでもなくて、うん、まあ、普通に難易度で見ると金沢大が2番手に来るっていうのは間違いないですね。うん、そうですね、まあ、北陸地域で、まあ、一番難しいと言っても過言ではない、ね、大学ですからね。はい、で次に来るのが新潟、信州、静岡、岐阜あたりなんですけども、うん、まあ、この辺はですね、まあ、かなり僅差というか人によるかなって思います。そうですね、まあ、科目選択、相性、共通テスト割合、まあ、そのあたりの、ね、まあ、微妙な差ではあるんですけども変わってくるかなと思いますね。はい、まあ、例えば一番平均偏差値が低かったのは新潟大だったんですけども、まあ、二次試験の負担が大きいっていうのがありますね。そうなんですよね。はい、で偏差値をベースに考えると、まあ、岐阜大と信州大がちょい高めかなっていうふうに思いますが、まあ、ただ信州大学は二次試験の科目数が少ない。そうなんですよね。はい、であとはまあ福井大学と山梨大学が偏差値的に1段下がるといった印象で、まあ、難易度の総まとめとしては、こんな感じになるかなと思います。はい、では次に、まあ、また都会ですね、近畿地方行ってみましょう。はい、近畿地方からはですね、こちらの大学を紹介していこうと思います。まあ、やっぱり有名なのは京大、阪大、神戸大ですよね。うん、はい、まあ、ただ他の大学も、まあ、滋賀大学とか奈良女子大も名門ですし、うんうんうん、まあ、特に奈良女子大は国立で2つしかない女子大の一つですし、ね、まあ、あとは工学部が2022年に設置されたということで、うんうんうん、まあ、これからどんどん伸びていくかもしれないですよね。では実際難易度についてどうなのかと言いますと、こんな感じになっておりますと、まあ、京阪神の順番はこれは間違いないですよね。で次に来るのが、まあ、奈良女子大かなというふうに思います。奈良女子大偏差値見てみると意外と高いんですよね。まあそうですね、科目数的な部分もありますけどね。はい、で補足すると、まあ、神戸と奈良女子大の間に、まあ、大阪公立大学が来るかなと思います、ね、確かに今回ね国立なんで紹介してないですけどもね、大阪公立も今後伸びてきそうですね。はい、であとはまあ奈良女子大と同じ台に、まあ、京都府立大学とか神戸市外国語大学、この辺も来るかなと思います、ね、確かにね。はい、であとはまあ滋賀大と三重大は、まあ、偏差値だと、まあ、若干滋賀大の方が高かったんですけども、滋賀大って3科目受験可能なんですよね。そうですね。はい、なので、まあ、ちょっと偏差値が高く出てるっていうのがあります。で和歌山大学がちょっと難易度としては一段落ちるのかなっていう印象で、まあ、総合的な難易度としては、こんな感じになるかなと思います。はい、では次に中国四国地方ですね、行ってみましょう。はい、中国四国からはですね、こちらの大学を紹介していこうと思います。まあ、有名なのは岡山大と広島大かなって思いますよね。そうですね、まあ、岡山大広大はまあ全国区ですもんね。はい、まあ、岡山大は医学部が有名ですし、うん、広島大学は教育学部が有名ですよね。はい、まあ、しかも、ね、医学部もあるしね、広大はね。はい、まあ、あと他の大学を見ていくと、まあ、四国地方の大学って結構少ないんですけども、うんうん、まあ、調査をしていくと香川大学は比較的文系寄りで、徳島大学は理系寄りっていう、そういうことも分かりました。では実際難易度を見てみますと、こんな感じになっておりますと。はい、はい、まあ、ここに関しては広島と岡山のスートップかなって思いますね。うん、はい、でこの2つは、まあ、ブランドとか研究力とか知名度とか、まあ、そういうのを加味すると、まあ、広大の方が上に来るかなって思うんですけども、うん、はい、まあ、実際難易度だと、まあ、文系だと、まあ、広大の偏差値が若干高いんですけども、科目的負担が違うんですよね。そうですね。はい、法学部を例に見てみると、こんな感じで、まあ、岡大の方が若干科目的負担が大きいというのがあります。うんうん、はい、でまあ、一方理系学部は結構トントンで、医学部に関しては明確に岡大の方が難しいといったところで、まあここは正直人によっていろいろ意見あるかもしれないんですけども、まあ、今回はまあ同率1位ということにさせていただきました。はい、はい、でまあ、他の大学はそんなに差はないかなというふうに思います。うん、まあ、文系学部は50程度のところが多いですし、まあ、理系学部は45から50のところが多いということで、まあ、難易度の総まとめとしては、こんな感じになるかなと思います。はい、まあ、中国四国地方で、まあ、言うべきことがあるとすれば、意外と医学部が多いということなんですよね。うん、例えば四国もですね、例えば高知大なんかにもね医学部ありますし、まあ、当然愛媛とかはね香川にもありますけれども、意外とまあその、まあ、人口でいうとね、あんまりその、まあ、残念ながら多い地域ではないんですけれども、ただ結構ね魅力的な学部が結構あったりするので、まあ、他の地域からでも受験したいって思う人が、まあ、いるような大学と言っても過言ではないかもしれません。はい、はい、では最後にね、九州および沖縄見てみましょう。はい、九州沖縄からですね、こちらの大学を紹介していこうと思います。
まあ、一番有名なのは九大ですけども、うん、熊大も医学部だと有名ですし、そうですね、はい、で特に一番魅力的だと思うのは琉球大学ですね、うん、まあ、難易度としては皆さんもイメージしている通り、まあ、そこまで高くはないんですけども、まあ、キャンパスが自然豊かですし、うんうん、やっぱり沖縄独自の文化とか歴史を学べるっていう、まあ、そういうところがすごい魅力的だなというふうに思いますね。で実際難易度はどうなのかと言いますと、こんな感じになっておりますと、まあ、九大がトップで、まあ、これは間違いないんですけども、まあ、その次に来るのが熊大かな、うんうん、まあ、熊大が2番手に来ってるの、まあ、これは確定でいいかなと思います、まあ、あとは、まあ、九高大も、まあ、理系のみの大学ですけども、まあ、熊大と理系だと、まあ、同じラインに来るかなって思いますね。結構難しいですよ、はい、まあ、前期に九大を受けて後期に九高大を受けてみたいな、うん、そういうのも多いですね。でまあ、熊大に関しては、まあ、理系学部だと偏差値が低めで50切ってる学科もあったんですけども、まあ、二次試験で英語数学理科2科目必要ということで、うんうんうん、まあ、科目的な負担が大きいですね、はい、で次に来るのが、まあ、長崎と鹿児島あたりかなというふうに思いますが、うんうん、まあ、偏差値を見ていくと、まあ、若干長崎の方が高い学科が多かった印象です、うん、あとは医学部に関しては明確に長崎の方が難しいので、そうですね、はい、まあ、なので3番手はどちらかといえば長崎なのかなというふうに思いますね、うんうん、で下4つに関しては、まあ、大分と佐賀がまあ横並びで、宮崎大がちょっと下に来るのかなという印象で、琉球がさらにその下といった感じで、まあ、もちろん琉球大学、うん、先ほども言った通り、まあ、難易度としてはそんな難しくないんですけども、まあ、生命環境系の研究は盛んですし、沖縄の自然に触れながら学べるという魅力もあります。そうですね、はい、ということで難易度の総まとめとしては、こんな感じになるかなと思います。はい、まあ、そうですね、ありがとうございますと。で一旦ですね、まあ、ざっとまとめてみていかがだったでしょうか。もちろん受ける学部学科とか科目数によってその難易度って全然入れ替わるので、あくまでその志望校選びとかの参考にしていただければいいかなというふうに思います。はい、まあ、実際はですね、各大学魅力ありますし、まあ、僕がね気になった大学ちょこちょこねコメントもしましたけれども、まあ、やっぱりね国立大学行きたい方がとにかくやっぱ多いですし、ね国立っていうのは皆さん基本的には第一志望で受ける大学ですから、まあ、こういう大学の中からね、まあ、チョイスして選んでみてもいいかなというふうに思います。あとはね、ちょっと今日は紹介しきれなかったんですけど、やっぱりね、優秀な単科大学もあります。例えば、まあ、首都圏で言ったらさっき言った大学もあるし、まあ、九州もね、九高大とかありますので、まあ、そういうところもね、ぜひチェックしながらですね、志望校選びしていただければなというふうに思います。はい、個別指導塾キャストダイスでは、普段の学習をですね、計画的にサポート、するだけではなくてですね、こういった進路指導のサポートもさせていただいております。一緒にね、勉強したいという方いらっしゃいましたら、概要欄のリンクからぜひお問い合わせください。それでは、最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。ありがとうございました。